高木貞治4月21日から1960年2月28日は、日本の数学者、理学博士、東京帝国大学教授、第1回フィールズ賞選考委員、1940年文化勲章受賞、1951年文化功労者、岐阜県大野郡数谷村に生まれる、岐阜神城中学校を経て、第3高等中学校へ進学し、 1894年に卒業を帝国大学理科大学数学科へ進み卒業後にドイツへ3年間留学ヒルベルトに支持し多大な影響を受ける大数的整数論の研究では類体論の確立に貢献し特に高木の存在定理の証明で知られるヒルベルトの23の問題のうち第9問題と第12問題を肯定的に解決した 解析概論、初等整数論講義、大数的整数論など多くの数学教科書を表した。特に、解析概論は、解析学入門の名著として知られ、第一般の観光が50年以上経ても番を重ねて、広く読まれている。また、近世数学詩眼などの数学の啓蒙書も表している。2011年に、日本国内における、 著作権の保護期間が満了したため、ウィカソースや青空文庫で著書の公開作業が始まっている。高瀬の付録の年譜を参照。2018年3月29日、出身地の元津市に高木貞春記念室が設置された。遺品や関連資料の展示が行われている。ありがとうございます。